今日はね、雨も降ってましたね。本当ありがとうございます。GS ナイト今年最後の会議になります。早いもんでね、もう残り1ヶ月半ですからね、大変でございますが、はい。さっきはね、あの加山雄三さん、そしてね、ベンチャーいいですね。もう違うところでね、はい。1曲目ユッキーが歌ってくれました。ボーカルユッキー。今日はね、木を照らってユッキーで始めてみたんですけども、はい。で、今日はね、もう道が混んでまして、健太さんとお二人で2時間以上かかってね、たどり着いていただきました。本当ありがとうございます。健太さんです。混んでましたね、今日は ね、はい。私もね、昼間土浦まで往復してきたんですけども、土浦はそんな混んでなかったですね。やっぱり茨城は空いてるのかな。まあ、茨城の住人デイジーです。そして今日うるさいタックンです。佐藤でお送りします。よろしくお願いします。はい、じゃあ今日はグループサウンドの曲2曲目いきましょうか。オックスの曲ガールフレンド。Oh.
はい、ガールズネットお送りしました。でさっきもね、あの客席でどうぞということでね、あのみんなでハモってたんですけども、後ろの方の席は平均年齢が24歳ですので、もう全部歌えちゃうわけなんでして、ハモリも完璧にやらせていただきました。はい、ありがとうございます。皆さんもね、あの懐かしい曲、知ってる曲はどんどん客席で、ね、座っていただいて歌っていただいて、踊ってもいいですしね、あのどうしても歌いたくなったら、あのここに上がってきて、ダメですけどね。はい、それじゃあ続いていたしましょう。バーナビーズの曲いきますよ。好きさ好きさ好きさ、エルザがって言ったらエルザって歌ってくださいね。好きエルザ好き、この3つお願いしますね。はい、じゃあ素敵なエルザいきます。Thank you.
か、お送りしました。松井君、エルザって誰歌ってたんだっけ？ザ・ライオンズです。あ、ライオンズね、どうもありがとう。はい、紹介しますね。赤い松井君ですんで、はい、あるとハードディスクですから、もうジーザスのこと全て入ってますね。そうないですよ、はい、2テラくらい入ってるんじゃないかと思うんですけどね。もう我々どん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 ね、もうメモリ減っちゃってね、もう何バイトぐらいしかないんですけど、彼 2テラくらい入ってますから、もう全て聞いてください。はい、はい、ということで、次はサーベイジの曲をね、お送りしたいと思います。はい、サーベイジいいでしょ、ね、いい。あのさ、サーディエイト来てたんだよね。いや、あ、ごめんなさい、あのね、私昔ベンチャーズバンドでサーディエイトっていう錦糸町のライブハウス出てたんですよ、ね、で、サーディエイト行った、うん、あともありがとう、別に私が営業してるんじゃないんだけど、で、その後にアコさんが行ったんだよね。そうね、ここで盛り上がって、サーディエイト、いいっつってね、そういう話なんです。ごめんなさい、先生だったんですけど、先生、先生、それいいか、それはまたパソコンの話がどうでもよくて、38の話盛り上がりましたよね。そうそうそう、38の話盛り上がりました。はい、ということで、38で何を言いたかったかというと、サーフェイジの渡辺さんという人が、あの人がプロデュースしてるんですよ。そうなんです、実は。そういうことなんです。伝えてくなっちゃって、すいません、偉い長かったね、結論までがね。はい、すいません、あの電車の時間もあると思いますんで、サクサク行きたいと思いますが、先生がね、入れてくれたコーヒー美味しかった。あ、美味しかった、あれね、あれはまた長いよね、やめてください。はい、サーベイジの曲、こいつだそうね、後でゆっくり話そうじゃないか。よろしくお願いします。ネモさん、あれだね、来月のあれも出るの？あ、グリーンキャン
ンドル、はい、12月16日にまたグリーンキャンドルで歌わせていただきます、はい、であの歌姫2号の2号さん2号もエミさんの対バンであのグリーンキャンドルとは別のバンドで出ますので、はい、ぜひ来月12月16日土曜日見に来てください、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ送るのは千代の北国の青い空をお願いします。何
これグルコメがバックやってたんですね、マイチ君ね。やってました。そうですね。だけどあのテレビでやるときは絶対にグルコメを映しちゃいけないという話があって、あの一箇所あのコーラスがあったんですけど、バックコーラス、そこで一瞬チラッと映るだけでね、あとはねひばりが映してはいけないということで、ね、すごい大変だったらしいですよ。はい。さあそれじゃあ3曲目ね、いきましょう。前泉潤さんの恋のハレルヤ。
うるさいですよ。あとスポットがあれば、マスターお願いします。あの今度スポットがあるんですよ、はい、動かなくちゃダメなんでね。そうそうそう、はい、ということで、リースもございますので、ぜひご用命くださいませ。何仕事してるんですかね、はい、ありがとうございます。はい、じゃあもう一曲ね、タイガースの曲をいきたいと思います。はい、ビーメンで、ビーメン、両エメンですね。はい、じゃあ、銀河のロマンス。
ありがとうございます。じゃあ今日2曲やっちゃおうか、ね、あと2曲やっちゃいましょう。皆さんもご一緒にブルーシャドウ。Oh,
ね、